うございます、はい、よかったね、メンバー揃ってね。5位おめでとうございます。ありがとう。路面、千歳、千歳町、路面列車嬉しいでしょ。嬉しいですね。久しぶりに乗ります。久しぶりっていうか、乗ったことあります？長崎ないでしょ。長崎ではないの。ねえ、初めてだよ、俺も。西鉄電車はね、大昔あった時かなり嬉しいね、路面電車。120円って。どこでも120円。まあ、ダメじゃないですか。体調が悪いよ。路面電車乗れてよかったでしょ。はあ、初めてか。初体験です。初体験ですね。あ、福岡の路面電車乗った記憶あるんですか。あ、記憶ありますね。何してんですか。ああ、再開の道。5位おめでとうございました。ありがとうございます。優勝おめでとうございました。ありがとうございます。6位ありがとうございました。ああ、出られたんですか。はい。今日何位だったんですか。いや、僕はもう県外です。ああ、そうです。あ、ゴールドの方ですかね。はい、あ、マスターです。ああ、優勝したんです、こっち。いや、アポジティです。アポジティです。最下位のだからですね。すごいですよ。16年最下位の道、ね。ネット全然見てないでしょうけど、記録取ってないです、これ。これ終わりましたね。終わりましたね。みんな、もらってよかったですね。ありがとうございます。表彰状をね。私の応援の声聞こえました。聞こえました。よかったです。あれが何でしたかね。大橋純子、おみころ、黄昏前だ、何でしたっけ。シルエットロマン。あれみんなドヒャッと来るかと思ったけど来なかったですね。俺なんかもう一人おかしくて、俺笑わなきゃダメですよ。いやでもあのほらトップクラスからみんな笑ってるでしょ。うん、マスターズはでも笑いちょっと足らなかったけどね。だから笑ったらよかったです。最初緊張したんですか。緊張しました。間違えましたもん。そしてあんだけ練習したのに。まあよかった。でもよかったですよね。まあなんかおめでとうございました。長瀬もおめでとうございました。あ、ありがとうございます。せいもこの突き当てたやろ。そうですね、まあ、今はちょっと喜びで。いや痩せたんだ。あ、来た来た来た、白いカモメ。じゃあお疲れ様でした。冷た、寒いね。寒いですね。向こうみたいです。2号はどうも。長崎特急カゴ2号で発車いたします。ドアが閉まります。車内ご注意ください。いやいや、こっちだと思います。2号って書いてある。書いてます。書いてます。ああ、2号の次は終点長崎です。え、終点長崎。あ、逆だ。逆じゃない。いや、間違った。マジですか。開けましょうか。逆だ。逆だ。言えましょうか。いや、無理よ。無理無理無理。これ、俺たちダメ。いや、やば。それか、もうこれ見せて。いや、無理無理無理。いや、次の車で行くか。お金払わないか。これは大ミスやね。本日は特急カモメ3号、絶対ミスよこれ。ご利用くださいましてありがとうございます。またのご利用。長崎51分だから。50か、間違った。もうこれ画面行くから間違って長崎駅の特急に乗ってしまってみましたね。まあでも指定席なら自由席なら大丈夫って帰るんですって。で、俺、ウィキペディアで調べてたけど、昔の長崎駅は浦上駅やったらしいんですよ。で、伸びたらしいんですよ、それが。まあ、だいぶ昔ですけどね。だからこんな区間が短いんですよね。あの浦上駅は街中なんですよね。勉強になりましたね。これ、間違う人いると思いますよ。間違えるよ。
同じ時間帯に同じカモメが来るんだからね。何分ぐらいで勘違いするよ。きついずっとカモメを待っとっけ。あ、カモメ来たって。じゃあカモや。まあでも自由席だったら乗れるから良かったですね。カモメ島さん、自由席になってしまったんですね。やっぱ指定席の椅子がいいですね。グリーン席は、いやでもあんま変わらない。後ろより指定席は、ちょっとびっくりしましたね。まさか浦上から長崎駅に逆に乗るとは。弁当のおかげで助かりました。まあ、そういうことも楽しんで。そうですね、冷静だったですね。島さんね、我々ビビってましたよね。やり尽くしましたね。お待たせいたしました。いやでもまた当面博多に特急の方面によって5月の日ですか。5月の最初の日曜日じゃないですか。長崎を出ますと次は裏上。何出ます？あ、マスターズがあるか。マスターズがあるか。フィジークのマスターズないじゃないですかね。まあ今年も島さんと一緒に出れてよかったですよ。最後電車間違うという。一つ賢くなりましたね。楽しかったですね。ありがとうございます。いや、いい思いです。3年連続。しかも毎年なんかもらってますよね。出る人は少ないですよ。本当よう頑張りますよ、島さん。3年連続。だから今日そばったらその男の子いないから。うん、出ないと。まあ上を狙って出ない人もいるけど、まあ出なくなる人もいますよね。連続出るのはやっぱり難しいですよ。やっぱ家庭とかがね、いろいろあるからですね。まあ、子供さん大きいからですね、もうね、ある程度あれだけど。あちらですか。いやいや、島さんのところはね、まあいろいろですよ。いやいや、楽しかったです。ありがとうございました。俺の声援聞こえた。聞こえない。俺おかしか。笑ってくれた。会場笑うかなと思ったんですけどね、笑わなかった。あれで通ったかもしれないですね。最初ファーストコール呼ばれなかったから残念だったですね。まあしかし人が多いですね。あ、浦上戻ってきたですね。浦上戻ってきたですね。靴がかっこいいですね。白いカモメどうですか。川張りすぎた。ソニックですね。初めて乗りましたね、これも。嬉しいですね、特急に乗れて。特急に乗れて嬉しいですね。なかなか電車に乗る機会がないですよね。まあ見てないでしょうけど、ミスター再開への道っていうことでずっと YouTube つけてるんですよ、俺の趣味で。最後にまとめてほしいんですけどね、なんかソニックの中で。ソニックの中で。なんて言いますか。うまいことなんかまとめてもらえませんかね。まとめるんですか、ね。これ再開出ましたね、私たち ね。YouTube 見てないからですね、でもね。そう、見られないから。まあでも、まあ、いい思い出になりましたね。ありがとうございました、どうも。いいえ、こちらこそ。でも電車で行ったのは旅って感じ。旅気分になりますね。足が楽ですね。今日の私は靴下ですけど、いいですか、旅じゃなくて。まとめていただきありがとうございました。まあでもこうやって出れるみたいな幸せですよね。特に島さんみたいな人柄が、柔らかい人と。いやでもみんな今日100人近く出てたから、みんな幸せですよね。マスターズはマスターズで多いし、若い人は若い人で多いしですね。いや、マスターズ少ないでしょ、私の。え、どの人しか出てないの。いやいや、ボディーグルのマスターズ多かったんですか。ああ、はいはい、全部入れれば。いや、まあ、かと思います。そうですね。だからやっぱまあ大会出れるぐらいは幸せでしょうね。これから もっとレベルが高くなったら大変ですね。まあ、ぜひまた明日からダイエットして始めないと。ああ、え、9月の初め。だから8月の終わりですよ。9月の初め大会に出るんでしょ。まあ、戦いはすでに始まってるってわけですね。ちょっと今日弁当3個食べてしまいました。まだ絞れるんでしょう ね、まあ、頑張ってくださいね。西にあるでしょ。まあそうですね。長崎の長崎さんにおけ、みんなこっちだと不思議ですよね。長崎のレストランそうかもしれないですね。やっぱ俺って死んだから。死んだ人。失礼。本当です。海がありますね。なんか良さそうなとこですね。いい日埋めた海だから、いい日夢気分、いい日旅気分、番組ないと。ありますね。
海ですね、本当ね。寝ようかと思ったけど、ちょっと興奮して寝れないです。大会など興奮しますよね。暇だから。今会長来たらなんか聞こうと思いながら。暇だからちょっと島さんと撮って遊ぼうかなと。なんか聞こうと思いながら。何分？あと1時間半ぐらいですまだね。自然鹿島ってまだ。入ってきましたね。ね。優勝しましたよ俺。優勝して重たいね、やっぱ優勝すると迷惑やね。いやいや、まあ、嬉しい。荷物が増えてね。ああちょっと、まあまあ、いい思い出になったね。でもね、よかったね。今日メンバーがすごかったけどね。また繋げていきたい。ああ、これしばらく飾っとく。はい、もう飾っておきましょう。で俺が優勝してみたいやな。みんな聞くで、血管でまくってるね、やっぱりね。なんか足が今なんか異常にすごいですよ。さっきトイレ痩せたね、やっぱり。そうなんですね。顔がほらこう、上がってるじゃん。大会終わってまたやっぱ抜けるね。食ったけど安心感ですよね。安心感もあるよ。えらい出てきたね。今が一番異常だよ。顔が痩せたよ、でも。水さ抜けたんやないと。まあ、絞ったえらい言われましたね。そうそうそう。体重は72ぐらいあるの？72はあります。へぇ、血管は本当すごいね、でもね。でも足が今すごいですね。足が出まくり、足触ってこう、ぶっくり。へぇ、なんかあったんでしょ、帰ってくる時に。精神的な話だよね。そうだね、出てますね。緊張でこれ食ったかな、筋肉がやっぱ縮んだりするんでしょ。あるでしょうね、緊張しすぎは良くないよね。緊張してないんですか。いや、大会の時はしてたじゃん。知ってる、終わったから。会長も出てるじゃん。俺も出てきたよ。俺めちゃめちゃ緊張したんやけど。疲れた、食事をいじりすぎたね。やっぱりいっぱい食べるのは正解だもんね。そうですね。まあ、好きなものを基本的にね。緊張の敵ですね。でもどうしようもないですよ。まあね。みんなそうですよ。みんなそうですね。少しの緊張はむしろいいんだそうですよ。まあ、かなり過度に緊張になったら。ダイエットが厳しくなるとやっぱ緊張感も増すね。下さんはまだ余力がありますね。そうで緊張してないから。それはいいけど、ストールですね。ストールです。いや、朝それで行ったらよかったです。あ、いや、これ着替えるのめんどくさくないですか。朝違うの、洋服は。いやいや、ちょっとパジャマみたいな。パジャマか。あれパジャマじゃないんです。しかもサンダルやったりします。いやいや、これを持ち歩くのはかなりの手間だと思う。いや、めんどくさくないですか、着替えるの。みんなもどっちみちあっちでこっちに着替えるんですけど、あんな綺麗な長瀬君も違う洋服持ってきてなかったけど、綺麗な。いや、ただ汗が出るスウェット着てたんで。まあ、でもこれなんか本当すごいね、今胸の張り方もね。久しぶりに電車乗るでしょ。電車が楽やったろ。楽でしょ。まあ、優勝心血つかなくていいんだよね。優勝したのは俺が特急券取ってあげたからやね。取ってあげたから。俺私生活を変えなくちゃね。じゃあ島さん違いますよ。俺はね、今日から私生活から変える。だから高校球児が高校野球に勝つためにゴミ拾いを始めたと。それから行くと打倒長瀬のためにゴミを拾うよ。なんかゴミ拾いって俺が一番最初に拾われたんですよ。あ、よかったですか。俺がいいね。優勝ですか。いや2つ、もう1個ある。2つもらってるんです。よかったね。優勝してみたい。俺トロフィーもらったから。そうですね。いい思い出になったりですよ。電車間違えたりです。重いね。すごいすごい。まあでも優勝者が出てよかったね。優勝者が出てよかったね。優勝者も出たし。今からもポーズ練習ちょっと。